ことが一番楽しい。秘蔵映像も交え、世界トップの羽生選手が生出演で語ります。こんばんは、仙台からお伝えします。今日は今最も輝いている中学生にスタジオにお越しいただきました。フィギュアスケート世界ジュニア選手権男子シングルで初優勝しました羽生結弦選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。羽生選手はおととい仙台に帰ってきたばかりということでスタジオにお越しいただいたんですが、ごめんなさいね、疲れてないですか？多少は疲れてますけど、ね、やはりその宮城県の皆さんだとか仙台市の皆さんに祝福されることが一番今嬉しいので、はい、立派ですね、受け答えも。いや大人になりましたね羽生くんもで、自宅ではゆっくり過ごせたんでしょうか？まあ全然時差ボケとかで寝れないことはあったんですけど、そうですか。まあ家でゴロゴロとしてました。昨日はアイスリンク仙台の方にもね、はい、行かれたということなんですが、どうでしたか皆さんの様子は？やっぱり、まあ、みんな僕のこと、世界ジュニアで優勝したことをもう知っていてくれて、まあ本当に温かい拍手と祝福で、僕自身もほっとしましたし、本当嬉しく思いました。で、成田空港での記者会見というかインタビューでは、今一番食べたいものは何ですかと聞かれて、何て答えたんでしたっけ？餃子が食べたいですね。はい、言いました。思いは止められましたか？そうですね、終わった後に仙台に帰ってきた時にそれを見てくれたおばあちゃんとかおじいちゃんが作ってくれて、本当美味しくいただきました。そうですか、はい、よかったです。でも今日は早速いろいろなお話を伺っていきたいと思うんですが、まずは世界ジュニア制覇からもうすぐ1週間になりますけれども、今どうでしょう気持ちは？まだあまり実感はないんですけど、でもあの時よりは現地で優勝した時よりはだいぶ実感は湧いてきてます。そうですか。で、今日首からかけていただいているのが優勝のメダルですよね。羽生くんどうですか、これ実際見た時どんな感想を持ちました？そうですね、まあ正直言って小さいかなと気持ちがあったんですけど、でもやはりここまでの道のりを考えてみると、本当非常に一番今までの中で一番重たいメダルだなと思いました。そうですか。やっぱ実際の大きさよりもずっしりと重いということですよね、はい、すごく輝いています、はいはい、でオランダから帰ってきてもうマスコミが殺到してびっくりしたかと思うんですが、周りの反応やっぱり変わりましたか？やはりそのバンクーバーオリンピックで高橋大輔選手が銅メダル取ったということで、去年より本当に祝福がすごい大きく感じました。大きく感じたと、はい、その羽生選手のことを仙台放送では小学生の頃から取材を続けてきましたのでちょっと一緒にこちらの VTR ご覧ください。はい、世界のジュニアのトップに君臨した羽生結弦選手、こんなことを言っていたのは覚えていますか？幼稚園の頃からずっと遊べないんです。でも一番スケートが楽しいと思うから、だから俺はそれでもいいかな。幼い頃から生活の一部となっていたフィギュアスケート、ジュニアの一つ下のクラスノービスの時からこの体の柔らかさ、抜群の演技力を見せてきました。ジュニアでも頑張るぞ。ジュニアになってからも輝きを増します。高さのあるトリプルアクセルを武器に全日本ジュニア2連覇、国際大会でも無敵の存在に。そして2度目の挑戦となったジュニア最高峰の大会世界ジュニア選手権、スケートを始めて11年、迷うものなどない、己の持っているものをリンクで遺憾なく発揮し、圧倒的な強さで世界の頂点に。日本のフィギュア界に頼もしい男がまた一人誕生です。ということで仙台放送は結弦くんランドセルを背負っている時から取材をしているんで、はい、今ご覧になってどうですか？まず声高いな、声が高い正直思ったのと、やっぱりここまでスケート大好きでここまで来れたんだなって思いますね。身長はどうですか？中学
校3年間でかなり伸びたんじゃないですか。そうですね、15センチ16センチ伸びたんですけど、あまりそういうことは考えないで、本当技術もそれと同様に成長していけたのかなと思います、そして世界ジュニアで優勝ということなんですが、今振り返ってみると勝因は何だったと思いますか。やはりフリーのトリプルアクセル、2発飛べたのが一番の勝因かなと思うんですけど、それに加えて、いつもの練習でトリプルアクセルの確率が上がったことによって、表現の面でもできるよう、練習できるようになったので、そこが評価されたんではないかなと思います、そうですよね。そして得点が表示された時、これがすごく印象的だったんですけれども思わずね歓声が上がりましたよね。おーと出ましたけれども、この時はどんなお気持ちだったんですか。もうなんか、ナオミ先生も僕も多分同じ気持ちだったと思うんですけど、ただただその驚くしかなかったですね。もうこんなに点数出ると思ってなかったんで。あー、パーソナルベストですよね、もう本当嬉しいのと驚きと2つが、素晴らしい滑らかな本当に演技でしたね。そしてちょっとこちらのボードをご覧ください、世界ジュニアの過去の優勝者です。高橋大輔選手、小田選手、小塚選手、皆さんバンクーバーで活躍された方々ですよね。となりますとやっぱり気になるのが4年後のソチなんですけれども、羽生くん実はですね3年前の仙台放送の取材にオリンピックについてこういうふうに答えているんです、こちらもちょっとご覧ください。オリンピックで男子優勝してないので両方宮城県で優勝したいです。ああ19歳か19歳かもう20歳になっちゃうんだ。かわいいですね。ということで宮城から男女金メダルを取りたい、もう荒川選手が取りましたから、これは宮城から、羽生くん期待しちゃいます。で宮城から出たいっていうのはなぜですか。やはり今まで日本選手たちは海外に行って、スケートの技術を学んだりしてきたので、僕はそれに逆らうっていうのもちょっと変なんですけど、やっぱり日本で練習してきて本当の日本代表として金メダル取りたいっていう思いがすごくあるんで。すると練習拠点は今後も仙台ということになりますか。そうですね、今のところ考えていることは仙台でずっとやっていきたいっていうことなんですけど、まだはっきりとは分かってない。そうなんですね。ぜひ仙台で頑張ってほしいと私はね思うんですけれどもね、でさらなる目標、オリンピックという目標もありますけれども、それに向けて今後こう挑戦したい何か、技っていうのはありますか。やっぱり一番大切になってくると思うのは4回転だと思います。やっぱり4回転ジャンプの得点はやっぱりトリプルアクセルから比べても桁外れに大きいものですし、やっぱり勝つためには必要となってくるものだと思うので、怪我に気をつけながら習得していきたいと思います。で4年後の話ばっかりしちゃったんですけれども、とりあえず来月はもう高校生になりますけれども、どんな高校生活を送りたいですか。まずは高校生らしく勉強もちゃんとやっていかないといけないと思うんですけど、特に英語に力を入れて、今回世界ジュニアで記者会見だとかで通訳がいなくて大変なことがあったので、自分の言葉で自分の気持ちが伝えられるように英語を必死で学びたいなと思います。わかりました、勉強の方も頑張ってください。では最後にですねスーパーニュースご覧の皆様に意気込みをお願いいたします。カメラがこちらです。これからも、あと4年間ソチのオリンピックに向けて一つ一つの試合で頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。選手でした。どうもありがとうございました。お疲れのところありがとうございます。ありがとうございました。さて今日はスタジオに羽生結弦選手、フィギュアスケートの羽生選手にお越しいただいてお話を伺ったんですが、明日卒業証書、奈良北中学校で授与されるということです。では失礼いたします。